願いします。いつも何時ぐらいに出荷されるんですか？7時半ぐらいですかね。でも特に大丈夫そうですかね。はい、はい、他の業種、まあ、業種にしたら早いですよね。そうですね、寝てるとこを起こさないように起きてって。そうですね、まあ9時から全員来て、まあ、その作業系の営業が始まるんですけど、で、まあ、予約が、まあ、1日の予約、まあ、大体洗車は当日電話かかってきたりしてバンバン入ってきたり。そうです、車検はまあ車検の改装やってくれるんで、これから出発して車検を通して帰ってきて、最終、まあ、洗車とか最終チェックしてお引き渡しする。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、かしこまりました。はい、かしこまりました。少々お待ちください。少々お待ちください。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございました。お気をつけて。はい。ということで、洗車機も新しいのに入れ替わってます。じゃあ一日よろしくお願いします。解散。声かけるだけなんですけど、意外とここにずっといるのが難しくて、意外とここに入れる時間っていうのが少ないので、そうするとプロセスが悪くなる。それなので今その早朝会議とかでロープレ、そのおすすめするをやったりとか、なので質を上げるというか。今月の見込みを教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、トータル以外が、目標に対して 77%、はい、その余裕ができると、はい、今起きている問題なんていうのは軽く改善できるような気がするんです。今月に頑張ってお願いします。今月はなんとかも達成させます。はい。お願いします。人は変えられないけど自分は変えられるっていうのを聞いたことあって、まあ確かにそうだな。その自分の思い通りの人って作れないけど、でもその人が変わろうと思ったらその人は変われる。なんつうの、変えようじゃなくて気づかせてあげたいというか、まあなかなか無理なんですけど。まあそうですね、結構長い人もは長いですし、うん、まあ本当みんながいなきゃ成り立たないというか、逆に俺いなくても全然回っちゃうしみたいな、まあ頼もしいですし、信頼もしてますし。優しくて温厚な方ですね。一番なんていうんですかね、若者に近いというか、まあ若い子たちとも同じ目線で、はい、そうですね、しっかりまあ会話をしたり、はい、なんかすごいやり取り上手だなと思いまして。裏表がないというか、分かりやすいというか、人の良さがにじみ出てるというか、とにかく明るいですね。明るいですね、元気で明るくて、落ち込んだ顔を見たことないというか、仲はいいと思いますね、業績は。やっぱり自分から何かをしたいっていう発信をさせたいっていう感じですかね。なのでこっちからっていうよりは自ら行動を起こすような教育はしてると思います。まあ、あそこ行けば大丈夫とか、
なんかあった時とか、まあ、ちょうど災害の時あった時も、まあ、この行徳だけ空いてたりとか、隣の店とかも閉鎖してガソリンこっちで持ってきて回したっていう、まあ、安心して来ていただけると思うんですよ。あそこに行けば大丈夫と思います。はい、終わりました。はい、終わりです。はい。あ、入ります。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。はい。